撮影日は2022年10月6日です。この子グマの名前は夢メス。2021年12月10日生まれの生後9ヶ月。このクマの名前はピリカメス。2005年12月15日生まれの16歳。ピリカは夢のお母さんです。このクマの名前はサツキメス。1991年11月14日生まれの30歳。はい、サツキさんは、切り株みたいな木でガリガリと爪を研いでますね。後ろを歩いているクマの名前はルルメス。1994年11月20日生まれの27歳。はい、ルルさんはサツキさんの近くでいつものようにうろちょろうろちょろしてますね。はい、今日のホッキョクグマ日記ですけど、簡単に言うとまったりとした午前中という感じですね。僕はいつもね、午前中に行くので、まったりとした午前中という感じです。それで、ゆめちゃんは昨日と同じボロボロのカゴで戯れるといった感じでしょうか。今日はね、また前半はね、まったりとした感じですね。ご覧のようにね、動きがない状態で、カゴは先ほど言いましたように、昨日と同じカゴ、ボロボロのカゴですね。今日の見どころはですね、ゆめちゃんがそのボロボロの白いカゴでじゃれるという場面と、一人でじゃれてるという場面と、終盤に最後の方で、ピリカの背中に顎を乗せて、うとうとと寝ている場面でしょうかね。それが見どころといった感じですね。今日も屋外にルルさんとサツキさんが出ていたので、間に2回、最後に1回、計3回動画の中にルルさんとサツキさんのショットを入れてます。それでは皆さんのお時間の許す限りご視聴いただけたら幸いです。ごゆっくりどうぞ。焦げた。来た。おいしい。おいしい。はい、それではまたルルさんとサツキさんショットですね。サツキさんが窓の近くまで寄ってきたので撮影しました。ルルさんは遠くの方で歩いてますね。遠くっていうか、まあ向こうの方で歩いてると、そんな感じですね。本当だ。あっ、あっちからも見える。あれ子供だわ。あれ親子ちゃんに一人は何人かか知らんけど。
あれ、あらららららら、あら、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。